かけたっていうふうに解釈する。それをメンタリズムのパフォーマンスに応用してます。はあ、難しいことか。単に気が利く人だなって思いますけどね。相手を褒めるべきなんやけどね。そうですよね。自分が俺が結構な。お、ファンで比べてみました。なぜこの3人がモテるのか、ファンに直接聞いてみたいということだそうですけども、それでは比べてみましょう。ファンの人がファンで比べる、はい、投票してきました。はい、これがお三方のファンの方だそうですよ。3人をとことん愛するファンの異常なまでの愛情、とことん比べてみました。まずは若林のファン、まいまいさんなんですけども、若林に150万円つぎ込んだまいまいさん。俺150万分のものを出してないでしょ。いや、彼女からしたらもうそれぐらいの価値があるわけですよ。これは何を持ってきてくれたんですか。うわ、すごい。何ですか。これすごいね。ちょっと待って。これ見た、これ。これ全部出演した DVD にあいて。すげえ。これうちの事務所より多分あると思います。あるよ。すごいなこれ。なんか CD とかにあいてる時とかもやっぱこうたまらんにゃ。はい。ね。ね。はい。きっかけはどういうことで若林好きになったの？大学生だったんですけど、その当時すごいね、弾く時の声が可愛らしい。それで、うん、ヒュー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 ね。気になって仕方がない。高熱を出してまして、 あなたが、はい、私が。それで彼氏が看病師に来てくれたんですよ。それでたまたまテレビをつけてたら